ついに始まりました、太鼓1トーク&パフォーマンス。今日は鼓動とローランドが共同開発しました電子和太鼓太鼓1を、太鼓1ならではのパフォーマンスで皆様にご紹介いたします。次は先日8月8日に希望者を募り、この太鼓1のワークショップをオンラインの形で行いました。その成果発表を見ていただければと思います。それではお楽しみください。難しかったです。すごい緊張しました。太鼓1のバッテリーが消えてしまったんですけど。よっしゃ、行っちゃうか。イエーイ。ここまで私たちの演奏、そしてワークショップ参加者の成果発表をご覧いただきました。さあ皆さんどうですか、太鼓1の魅力感じていただけてますでしょうか。まあとは言ってもこの太鼓1なんですが、私たちは普段和太鼓を演奏していて、和太鼓は誰でも簡単に音が出せるんですが、この太鼓1はちょっとコードをつないだり、いろいろボタンがたくさんついていたり、どうしたらいいんだっていう方が多いと思います。そんな方たちのためにこれから太鼓1の使い方から初級、中級、上級と順を追ってご紹介していきます。
それではまず最初に太鼓腕の基本的な使い方いってみましょう。太鼓腕の基本的な使い方を斉藤栄一にご紹介していただきます。栄一さん、太鼓腕ご紹介お願いします。任せておきなさい。栄一さん、これはどうですか、太鼓、ね、うん、使ったことは。まだ使ったことないです。あの昨日ちょっとあのこのボタンっていうのは教えてもらったんだけどね、初めましてな感じで。はい、初めましてですね、はいはい、それではじゃあ早速単音の方をまず見ていきましょう。はい、あ、まずちょっとじゃあ電気、ね、スイッチを入れますね。このスイッチ、これを押せばいい。あ、はい、動きました動きました、はい、でそのプラスマイナスで音を変えていきます。はい、それではまずじゃあ音の紹介というところで、はい、今ね担ぎ桶太鼓と出てますね。なるほど、じゃあ01、はい、まずそれ行ってみましょうか。行ってみますか、いいですか。じゃあ行きますよ。あ、はい、おー、大きな音ですね。大きな音しますね。これ縁も出るのかな。あ、担ぎ桶のね、縁と。なるほど、はい、はい、それでは次、締め太鼓ってありますか。締め太鼓、はい、これだね、これ、なんか、あったあった、はい、はい、すぐ出ました。お願いします。いきますよ。こんな感じですね。いいですね、はいはいはい、はい、それ次、大太鼓。大太鼓、ボタンを押しながら探していく。あ、あった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 。あ、くれた、はい、はい、いきますよ、はい、おー、すごい、大太鼓だ。すごい、バチが細いのにね、これで、そうですよね、これで大太鼓が、はい、はい、それでは次、鳴り物、はい、行ってみましょう。鳴り物、あれ鳴り物さっきあったような気がするな。あったあったあった、ましたあった、はい、いきますよ。お願いします。チャッパって書いてありますね、鳴り物チャッパって書いてます。あ、へえ。あ、これ違う。あれですか、ミュート？ミュートと。そうだね。縁がミュートで。っていう感じの音。はいはい、こっちもあれなのかな。あ、また違う。はいはいはい。あ、すごい、4つのとかね。そうだね。へえ、ね。あ、なるほど。はい、はい、これ鳴り物です。それでは早速次、はい、アンサンブルの音。アンサンブル。大平合奏ありますか。大平合奏。これまあでもね、あ、違うな、漢字とねローマ字で書いてあるんで、はい、あ、じゃあ、うん、あ、分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど、あったあった、はい、はい、お願いします。いきますよ。じゃあこれバチ2つで、はい、うん、こんな感じですね。これは3人みたいです。3人、あ、なるほどね。大平を叩いて、はい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 、じゃあ次、バチを変えた音。バチ変える、はい、そのバチは変えません。これ同じバチで、そのままこのバチはこれで、はい、音が変わるんですけど、はい、じゃあ竹バチ。なんかさっきチラッと見た、竹バチとかありましたか。チラッと見た気が、あ、これだ、あれ、あ、ちょっと待って、竹バチ、あ、これだ、竹バチ、はいはいはい、はい、行ってみましょう。はい、行きますよ。あ、なるほど、ちょっとリムの、そうだね、プチンって音がします。こんな感じだね。はい、はいはいはい、ありがとうございます。それでは次、雪鉢。雪鉢、これも多分の、はい、古道ではね、マレット鉢と言ってます ね、マレットね、はい、あ、柔らかい、マンデル、柔らかい音が、はい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 、うん、なるほどね、いいですね、鉢これなのにね。そうですね、全部鉢がそれなのに、はい、チャッパの音がいろいろしたりしました。はい、さあ、いろんな音色が聞こえてきたところで、うん、次は早速、この音色を使ってどんな演奏ができるのか初級編いってみましょう。はい、はい、それでは初級編、栄一さん、初級編は一体どんな内容になっていますか。はい、そうですね、あの僕ちょっとやっぱり機械苦手なので、はいはい、プリセットの音だけ使って演奏しようと思ってます。なるほど、はい、じゃあちょっとまずどんな音か、そうですね、紹介してもらっていいですか。こちらが締め太鼓の音ですね、はい、でこちらは長胴のローというやつですね、はい、こっちもなるようになりますね、はいはい、それでは、はい、じゃあこの、あ、そうそうそう、その前にですね、はいはい、これ実際は今これ2つ使ってますけれども、はいはいはい、皆さんのお手元に届くときはですね、これが、面がバラバラにできるんですね、うんうん、なので片面を締め太鼓、片面をこの、宮太鼓、にすることができるという形でね、まあ、こういう形で今日は演奏してみたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、それでは早速演奏の方に行ってみましょう。お願いします。よっしゃ、ヘイ、
ャンネルへ。イエーイ、ありがとうございました。ちょっとねテクニック的にはどうですかね、これテクニック的にちょっと難しいかもしれないけど、はい、まあ、太鼓腕の使い方としては初級です。はい、プリセットです。ありがとうございました。それでは最後に H さん、この太鼓腕を初めて演奏した時どうでしたか。そうね、まあ、もちろんねこのねいろんな太鼓の音入ってましたけども、まあ、リアルな音が聞こえるんですけども、僕ね逆にねこの何もしない、要するにスイッチを入れない状態で静かな状態で音を、練習できるっていうのが一番これのおすすめですね。なるほど、はい、そうですね、太鼓って言うとやっぱりこう広いところでそうそうそう、ね、そうだからやっぱり結局スタジオ借りたりとか、ね、河原に行かないとダメなんですけど、これだったら家の中で音を出さずに、そうイヤホンでねできるんですよ。僕はそこが一番おすすめです。なるほど、ありがとうございました。それでは次中級編行ってみましょう。中級編を紹介してくれるのは石塚満と住吉優太です。さあ満さん、はい、この中級編は一体どんな内容になってますか。はい、この太鼓腕の特徴として、これ1台でたくさんの音を同時に出せるということがありますので、少ない人数でも大人数での演奏を表現することができます。はい、ですので今日は、普段5人で演奏しているシェイクという曲を、優太と2人で演奏してみたいと思います。はい、なるほど。そして、この太鼓腕なんですが実はまだ魅力があるんです。ゆうたさん、どんなところでしょうか。はい、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、本当当たり前のようなことなんですけども、大きく打つと大きな音が出て、小さく打つと小さな音が出ます。でもこれ単純に同じ太鼓の音源の音量を大きくしたり小さくしたりしているわけではなくて、ちゃんと例えば10段階で10で打った時の音、8で打った時の音、4で打った時の音っていう風にそれぞれの強さで打った時の太鼓の鳴りをちゃんとサンプリングしてこちらにモデリングしてあります。ですのでダイナミックレンジがとても豊かな表現をすることができます。そしてもう一つ、このようにダテン位置検知といいまして、この今このバチがどこを叩いているかというのをこの太鼓腕が検知して、これも同じように真ん中の音、真ん中から3センチ離れた音、例えば6センチ離れた音というふうにそれぞれサンプリングしてモデリングしてありますので、ここでもさらに豊かな表現をすることができます。はい、ありがとうございます。さあ今ご紹介いただいたところもぜひ皆さん注目してみてください。それでは演奏に行きたいと思います。その前にお二人の音色を紹介していただきます。まずはみつるさん、はい、こちらに、はい、活業家の低音が入っていて、こちらにジャンガラが入っています。はい、ではゆうたさん、はい、こちらに大平太鼓、そしてこちらに活業家の高い太鼓が入っています。はい、これら4つの音を使って演奏します。それではお聴きください。シェイクです。ありがとうございました。皆さんも一度は聞いたことある鼓動のシェイクをなんと2人で演奏できちゃう、そんな魅力も太鼓腕にはあります。それでは最後にゆうたさん、はい、この太鼓腕を使って曲作りの可能性などどう広がっていくでしょうか。はい、そうですね、本当にいろんな可能性、いろんな使い方の可能性があるなと感じているのですが、作曲という点においては皆さんそれぞれ
まあ、例えば DAW を使って、太鼓の作曲されている方もいらっしゃると思います。でそういった時に太鼓の音をレコーディングするっていうすごくハードルの高いことだと思うんですね。まず太鼓がドカンと鳴らせるそういったスタジオが必要ですし、マイクも買わなきゃいけないし、まあ、そういったいろんな環境を整えないとレコーディングってできないんですけども、こちらの太鼓ワンさえあれば、まあ、ここにいろんな音色が入っておりますので、それをお手持ちのオーディオインターフェースを通してパソコンにつないで DAW で、まあ、太鼓の作曲ができます。それにその例えばですけど、まあ、締め太鼓と桶太鼓は持ってるけど大太鼓は持ってないという方も、まあまあ、あと、まあ、持ってるけど運べないっていう時もきっとあると思うんですよ。例えばちっちゃいスタジオで締め太鼓と桶太鼓入れて、その後に大太鼓の音を太鼓案で入れるっていう、そういったハイブリッドな使い方もできるなと思っていて、すごく可能性のある楽器だと思います。そして今後ろで流れているこちらのオープニングでも演奏しました曲は、なんと全部この太鼓案で私が作った音源になってます。はい、これぐらい音色のバリエーションがありますので、そちらもぜひ楽しんでもらえるんではないかなと思います。はい、ありがとうございました。それでは最後に上級編行ってみましょう。上級編を紹介してくれるのは平田祐希です。はい、祐希、この上級編はどんな内容になってますか？はい、上級編では太鼓ワンだからこそできる演奏法をご紹介します。なるほど、はい、はい、早速じゃあ、はい、まずはですね、一つの画面に複数の2パターンの音を重ねることができるという点です、はい、普通の太鼓だと、もちろん例えば長胴太鼓だったらドンっていう音がすると思うのですが、一回叩いて、長胴太鼓の音、締め太鼓の音を重ねるみたいな、うん、そういうことができます。まあ、早速鳴らしてみると、はい、こういう風な、なるほど、2つの音が聞こえてくるってことですね。はい、はい、そして最初にアンサンブルの音を鳴らすこともできるっていう風に言っていたと思うのですが、6人の音と6人の音を重ねると12人の音を同時に鳴らすことができるというのもあります。はい、例えば中太鼓、長胴太鼓6人とその縁6人の音を同時に鳴らす12人分の音だと、こういう風な音になります。はい、ありがとうございます。はい、次にご紹介するのはエフェクターです。エフェクターというのはエレキギターでよく使っているような音を加工して音を作っていく、そういう機能です。はい、それがこの太鼓ワンにも搭載されているのですが、早速どういうことができるのかご紹介していきます。まずこの締め太鼓アンサンブルという音、これ普通の太鼓の音ですね。これにディレイというエフェクターをかけてみたいと思います。そうするとこういう風な音がします。はい、はい、次これに、オートワウというエフェクトをかけてみます。するとこういう風な音に変化します。次にこの担ぎ桶太鼓の音、この音に今度は歪み系の音をかけて、はい、エフェクトをかけてみたいと思います。ディストーションというエフェクトいきます。こういう歪んだ音を作ることもできます。さらにこれに加えてタッチワウというエフェクトをかけるとこういう音になります。はい、一つの担ぎ桶の音がこういう風に変化させることができます。はい、はい、今いくつかエフェクター紹介したんですが、この太鼓ワンにはもっとたくさんのエフェクターが搭載されております。ぜひ皆さんもこのエフェクターの機能使って遊んでみてください。最後にご紹介するのは、外部のいろいろな音色をこの太鼓ワンに入れることができるという点です。それどういうことかっていうと、もちろんこの太鼓ワンにはたくさんの素敵な音が入っているんですが、それにプラスして自分が鳴らしたい音、例えばもともと入っている太鼓の音ではなく自分で鳴らして録音した太鼓の音を入れてみたいとか、もしくは太鼓以外の音鳴らしてみたいとか、そういう時にこの機能使えます。
早速ですが、もしこの太鼓1で木琴の音、マリンバの音を鳴らしてみたいとなって入れてみました。するとこういう風なマリンバの音、太鼓なんですけどマリンバの音を鳴らすこともできます。ちなみにゆうき、このさっきから足元で踏んでる、はい、このペダルは何ですか？はい、この機械はですね、はい、フットスイッチと言いまして、この太鼓1に接続するとこの足元のボタンを踏んでいくことで音色を変更していくことができる機械です。はい、そしたらせっかくなので最後にこのフットスイッチを使いつつ、ここまで紹介してきた機能をダイジェストで、音にして鳴らしていってみたいと思います。ありがとうございました、はい、すごいいろんな一つの太鼓1からいろんな音色が聞こえてきたと思います。最後に、ゆうきは鼓動の舞台でいろいろな 和楽器を扱い、そして、洋楽器も趣味としてやってると思うんですが、はい、この和太鼓と太鼓1のそれぞれの良さとは何ですか？そうですね、生の和太鼓にはやっぱり木の胴に動物の皮を張った、そういう構造だからこそなる独特の音とか振動とか、そういう生音の魅力っていうのがたくさんあると思うんですけど、この太鼓1にも太鼓1でその生の太鼓には出せない、先ほど紹介したような、いろんな演奏方法ができる、いろんな音を作ることができる、そういう魅力があると思ってます。なのでそれぞれに良さがあって、魅力があって、面白さがあって、なんかすごく楽しいですねはい、ありがとうございました、はい、ここまで段階を踏んで太鼓1の紹介をしてきました。いろいろな魅力を皆さん感じていただけたと思います。それでは最後に演奏者全員で演奏します。めぐるです、どうぞ。